強力突っ張りポールの支えを作る。収納の棚柱が天井までないのですが、棚柱上端のさらに上に棚板を設置したいと思いました。普通の突っ張り棒よりも耐荷重の大きい強力タイプの突っ張りポールを使い、上にすのこを乗せて簡易棚にすることにしました。ポールの両端に支えがあると安心なので 3D プリンターで作成しました。まずデータを作ります。最初に下絵を描き、本体部分を押し出します。ポールがずれないように押さえの部分を押し出します。棚柱側にもわずかに押さえを作りました。棚柱側の押さえも押し出します。角を丸めます。全体を面対称にして結合します。データが完成しました。 3D プリンターに送る G コードに変換し、 3D プリンターで印刷します。印刷可能サイズに収まるよう2個ずつ2回印刷します。出力できました。棚柱の上端に出力したパーツを乗せていきます。その上に突っ張りポールを設置しました。手前と奥計2本のポールを設置し、間にすのこを渡して使います。すのこが落ちないようにケーブル帯などで押さえても良いでしょう。